こんにちは。こんにちは。シオンです。今日はよろしくお願いします。今日お願いします。じゃあ今日はどこに行けばいいですか？今日は鎌倉に行きます。はい。この、町を知ってますか？名前は町通り。じゃあお願いします。お願いします。今日はいい天気ですね。今日はいい天気です。じゃあどこから行きますか？どこから行きますか？ここはい。マスクは外です。大丈夫と思います。そう。しおんちゃんは、はい、出身はどこですか？出身は大阪です。大阪です。おお。じゃあ東京どのぐらいですか？東京は10年ぐらい。10年ぐらい。お、長いですね。大阪によく戻りますか？よく帰りますか？半年に1回ぐらい。半年に1回ぐらい。帰れない、暇がなくて。ああ、忙しいですか？そう。何がいい？バイトがいる。ここで何が有名ですか？ここ。シラスとかじゃないかな。シラス？シラス？シラスとか、なんだろう。食べ歩きが有名です。食べ歩き。何が有名だろう。ここにたくさんいたことがありますか？3、4回だけ。あ、3、4回。日曜日だから人が多い。いや、日曜日ですね。日曜日だから人が多い。鎌倉一番好きな場所はどこですか？鎌倉一番好きなところですか？うん、ここが好き。ここの通りが好きです。あ、いろんなもの食べれるから。じゃあ何を食べ、よく食べますか？何を好きですか？あれ、生しらすとかしらす丼とか食べたり。あ、しらす丼。刺身とか食べたりする。丼を。今日はもう食べましたか？食べてない。まだ食べてないですか？食べてない。何ですか？と触れ合えるカフェ。行ったことがありますか？ないです。フクロウはないです。猫カフェしか行ったことない。あ、猫カフェ。猫カフェ。猫かわいい。日本ではいろいろなカフェありますね。あります。子豚カフェとかもあります。何が？子豚のカフェとか。あ、はいはいはい。はい、ここで。鎌倉はお土産何が有名ですか？何が有名なんだろう。なんだろうな。鎌倉何が有名なんだろう。でもなんかいろんなのありすぎて。そうそうそう、たくさんあるから。いっぱいあるからな。でも鳩サブレとかも。何が？鳩サブレとかもありますよ。あ、クッキー。クッキーですね。あれ美味しい。甘いもの多いですね。甘いもの多いです。お、今日はカレーパン屋さん初めて見た。あ、みんな食べてる。ナイキはどうなの？流行ってんのか？これかき氷。かき氷？氷を削って、はいはい、甘いタレで食べる。おー、すごい。美味しい。美味しそうですね。夏にぴったし。ああ、夏いいですね。夏に有名なかき氷。今年もう食べました？まだ食べてないです。まだない。それから。そう、これからまだそんなに暑くないですね。まだそんな暑くないから。はい。
1回、はい、せんべいを焼いてます。名前はせんべい。せんべい、せんべい、せんべい、はい、を焼いてます。多分すごいありがとうございます。鎌倉ビールを買います。ああ、鎌倉ビール、はい、美味しそうですね。鎌倉ビールください。どっちがいいかな。なんか2種類あるっぽい。月と大仏。鎌倉のビール。ちょっとキャメラを前に見せてもらいます。おお、美味しそうですね。そう、大仏って書いてた。美味しい。美味しい。美味しい。いいですね。こんにちは。ありがとうございます。あ、どうですか、何ですか、味はどうですか。美味しいですよ。美味しい美味しい。お酒は大好きだから。あ、お酒大好きですよ。お酒大好き。どのぐらいよくお酒飲みますか。仕事ほぼほぼ入ってるから、ほぼほぼ毎日。あ、毎日。お、すごい毎日飲んでる。いいですね。昨日オープンしたお店らしいです。あ、この店は、あ、昨日新しいですね。新しいそう、綺麗ですね。綺麗、初めて見た。ストロベリーかブルーベリーかキュウリですね。ストロベリーにしますか。はい。美味しいよな。美味しいじゃん。美味しい。何を食べたいですか。ストロベリーの味を食べました。ありがとうございます。美味しそう。そう、美味しそう。美味しそう。アロエとストロベリー。なんかかわいい。美味しそう。そう、美味しい。食べます。美味しい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。じゃあ次はどこ行きたいですか。生しらす美味しい。あっちな。
あそこにある、はい、卵と卵焼きとしらすが混ざってるやつが、はいはい、なんか有名。あ、前食べたことある。すごい。美味しいです。鎌倉は着物レンタルとかもできます。あ、ここですか。貸してくれます。好きなのがいろんな着物があって、好きなの選んで、はい、自分の一日中着物で。今日は帰りたいですか。この間京都行った時に借りました。あ、買いました。着物かわいいから、はい、おすすめです。鎌倉来たら。はい。こうやってなんか今風になってて、なんか若い子もかわいい感じに、今かわいい着物増えてます。綺麗ですね。美味しそうですね。美味しそう。中華街、はいはい、中華街と、あとは横須賀。どこ？横須賀。あ、横須賀。と、あと港未来が。港未来、はいはい。赤レンガ倉庫とかが有名です。お、いいですね、うん、中華街は美味しいものいっぱいあるから。よく行きますか？たまに行きます。たまに。近いから。何が有名ですか、ここで食べ物は？小籠包。ん？小籠包。あ、小籠包が美味しい。いいね。あとここの近くだと湘南。湘南、はいはい、のなんか海が近くに。ここから歩いて海に行けます。あ、ここから歩いて行けます。お、すごい。 そう、江ノ島で初日の出とか見たりします。あ、なるほど。綺麗だから。江ノ島も近いですか？江ノ島も近いです。歩きできますか？歩いていけるのかな。でも電車乗った方が早いかもです。ああ、そうです。何が？芋のソフトクリームのお店。ああ、食べたことない。食べたことないです。食べたことない。ちなみに人力車乗ったことがありますか？ないです。ないです。どう思いますか、人力車？恥ずかしいよ。恥ずかしい。みんなに見られるけど。でも乗ってみたらいいと思う。乗ってみるのおすすめします。浅草とかにもいますよね。そうそうそう、日本では、うん、多分どこでもあるみたいですね。うん、わっぽいところ。京都とか、京都とか浅草鎌倉とかにあります、多分。そう、すごいですよね。一人で二人ぐらい乗せて動けるから。あ、案内もしてくれるから。そうそうそう、観光地とかに意外とあります。そう、面白いですね。
説明も聞けるから乗ってみるのもいいと思いますテレビの人とかよく乗ってるから。あ、テレビ？テレビでよく乗ってるの見る。おお、いいね。じゃあまずはもし帰ったら寺の名前をちょっと説明してもらいます。このお寺は鶴岡八幡宮です。はい、鶴岡八幡宮、鎌倉で多分一番大きいかな。あ、一番大きいですか？多分、知ってる中ではすごい綺麗ですね。何ですか？出店があります。あ、お店？お店、はいはいはい、お祭りみたいな感じのお店があります。美味しそう。パイナップルある。パイナップル、パイナップル食べてよ。パイナップル好きですか？大好きです。どうですか？買ったら2本もらえます。おいいね。負けました。負けました？負けた。じゃあ一つだけ。一つだけ。かわいいこれ。これ何？これ何？かわいい。イヤリングとかあるよ。イヤリング？ネックレスもある。かわいい。かわいい。こう 石のアクセサリーかな。かわいい、おしゃれ。見てください。なってますか？あ、クルミの葉っぱをあの繊維だけ残して金属で薄く構成ですよ。すごく形が違う。面白いね。出てみたら、ね、綺麗ですね。本物の葉っぱらしいです。本物ですか？本物の葉っぱを。あ、なんか頑張った。何もわかんない。クルミの葉っぱを。コンペイトってありますか？海外も。何が？コンペイトってあります？ハーブンってあります。コンペイト。すごい。かわいい。食べ物ですか、これ？砂糖の塊です。砂糖の塊。砂糖のお菓子。おいしい。砂糖の
お寺、はい、神社入る前は手を洗う。手を洗って、あとは手を洗ってなんか飲んでペッてする。あ、くちゅくちゅペッてします。多分多分多分ママ持ってて、ママなんかみんなしてないからいい。違うっぽい。あ、わかんない、みんなしてないかで。アジサイ浮いてる。これ何？アジサイです。アジサイ、この時期に咲くお花です。綺麗です おみくじ。おみくじは、はい、なんか占いみたいな。占いみたいな、はい、こうした方がいいよみたいな文章が書いてます。ああ、はいはいはい。こっちの方がいいのかな、一緒かな。何が書いてありますか。何が書いてるかな。どうしよう、大凶だったらなかなか出ないよ。え、大吉、あ、やった、一番いいのが出ました。おー、すごい、いいね。なんかいろいろ書いてます。病気のこととか仕事のこととか恋愛のこととか。あー、全部書いてあるの。書いてます。大吉、イエーイ何これ、鶴病って。わかんない、無病健康に掃除。さっきの
ございます。おー、いい絵をしてますね。よいしょ。どう生しらす丼がお一つでよろしいですか？あ、うちは大丈夫です。生しらす丼2つ。生しらす丼がお2つ。いくら丼1つ。生しらすといくら丼がお1つでよろしいですか？生しらす丼が2つと、はい、いくら丼が1つ。こちらの生しらすの方でよろしいですか？こちらが釜揚げしらすと、はい、生で大丈夫です。生しらすといくら丼がお1つ。あとこれも1つ。これ1つ、はい、釜揚げしらす丼がお1つ。これはなんか釜揚げのしらすの本分。あ、単品の単品の。あ、生しらすのお気づけと、なんか釜揚げのポン酢みたいな、うん、おろしか、おろし、ね、おろし釜揚げしらすおろしがお一つでよろしいですか？はい、あれ生しらすのお気づけでございます。はい、ありがとうございます。おいしそう。もう一つしらすがいます。あ、出てくるの？一人来る。あ、じゃあ、あそこでお手伝いもう一人来るんで、ご飯少なめの。これでいい？あ、写真。これでいい？どうめっちゃ結構やけど。こっち来る？花ちゃん。いや、それは。ツイッターとか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 。あ、おいしい。箸がな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 い。生しらす丼になります。はい。ご飯少なめです。はい、ご飯少なめ。こっちもする。はい、これ生です。違います。あ、温玉温玉いけなかった。これ何？これが味付いてる方ので、これが醤油とか味付けて食べる方の生しらす。あ、生しらす、どうぞ。ありがとうございます。食べていい。じゃあ、しおちゃん何を注文しましたか？生しらす丼です。生しらす、うん、あ、ごめんなさい、くしゃくしゃにして。美味しそうです。はなちゃんは？はなちゃんは生しらすいくら丼です。もう美味しそうです。美味しいそうですよね。プリプリです。コルさんは何？あ、一緒の生しらす丼ですね。生しらす、うん、すごい美味しそうですね。で、ここはこれが釜揚げの方のしらす丼。あ、お湯であげる、うん、食べる。どうですか？おいしい。念願のしらす丼は、ね、念願のしらす丼。ずっと食べたいって言ってたもん。おいしい、よかった。釜揚げ食べます？あ、まあ、あ、これ、あ、釜揚げ。釜揚げやっててほしいか。じゃあ、どうでしたか？しらす丼、美味しかったです。美味しかった、そう、本当に、確かに美味しかった。もう少しでも。じゃあ、これから何をしますか、今日は？今日はこれから何をしますか？寝ます。寝ます。確かに、寝ます。もう、疲れてから。ありがとうございました。ありがとうございます。また遊びましょう。また遊びましょう。また行きましょう。あ、もう駅ですね。駅ですね。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。